はい。テザ放送、鉄道です。皆様、お疲れ様でございます。年末ですね。はい。ええー、12月の今日は27かな ?8 かなあ、わかんないけど。<laughs> すいません。 <laughs> ちょっとね、あの、昨日今日とちょっと仕事してないもんで、あの、曜日の感覚飛んじゃいましたけども、えー、もう年末ということでね、皆さんもう本当に忙しい。今、本当にピーク過ぎたぐらいかな。えー、明日か明後日、えー、まあ、今週末で皆さん仕事を収めだと思いますが、えー、もう一踏ん張り、あと1日2日やって、えー、トラックを洗って、えー、そして、まあ、あの、やる会社はバッテリーの、えっ、ー、とね、端子を外して終わりみたいな、えー、そういう会社もあると思います。まあ、車洗うだけで 終わりとかなんなら車洗わずにそのまま仕事終わったら終わりという会社もあると思いますが、もう年末今年も終わりということでね皆さんお疲れ様でございました。はい今年1年安全運転だった方も安全運転じゃなかった方もですね来年は事故なく安全運転していただきたいなと思いますが、もうこんな会社いらねえよみたいなもうやめちゃうよみたいなそういう人もいると思います。そういう人のための天山放送でありますので未経験者が有利に立ち回る。 ためのえー、そして未経験者経験の少ない人が損をしないためにえー、どういう情報を仕入れたらいいかということをお話ししてますので、えー、よくあるあのあいつはもう知ってる話ばっかりするんだよみたいなこと言われますけれどもそりゃそうさ <laughs> 何重でもトラック乗ってきた人は僕の言った話なんてまあまああの知ってますよそりゃあのそこはね文句つけないでほしい <laughs> あの、だってそういうものだから。あの、だから、え、でも皆さんのその知っている知識を共有して、今からトラックの業界に入ろうと、あの、人手不足も甚だしいですよ。人手不足も、あの、大変だし、運賃も下がってるし、仕事も大変だし、えー、そこでですね、あの、ベテランの運転手さんの知恵を出し合って、えー、どうすれば損をしないか、うまく立ち回れるかを、えー、ここであの、知識として仕入れて、えー、運送業界に来てもらおうという、えー、そういう試みでありますので、 な、知ってることばっか話して金稼いでんだ、あいつは、みたいな、インチキ野郎だよ、ペテン野郎だよ、みたいな、あ、ペテン師だ、みたいな、あの、そんなこと言われますけど、<laughs> あの、まあ、半分あたり、<laughs> まあまあ、あの、半分ペテン師みたいなもんですよ、それ。あこの顔見りゃわかるでしょ、ああ、半分ペテン師ですよ、ほら、みたいな、えー、そういう感じになってしまいます。 えー、なのでね、あの、ベテランの皆さんは、あの、そういう風に言わずに、いや、こういうことも知っといた方がいいよとか、あの、いやいや、これは、あの、こういう風に考えた方がいいよとか、あの、自分の意見もですね、コメント欄で入れていただけると、より、あの、みんなにシェアしてもらって、 え、これから、あの、運転士やろうという若い人たち、まあ若くない人たち、えー、に、あの、役に立ってもらえるのでですね、えー、一言コメント入れていただきたいなと、えー、まあ別にアンチコメントでも構いませんし、あの、これ、あの、知っといた方がいいよ、みたいなことだったら、あの、どんどん入れていただきたいなと、えー、このように思います。ちょっと前置きが長いですね。というか、最近ね、ちょっとね、前置きが短いなと思って、あの、僕、自分の動画見直すことあるんですけど、最近ちょっと仕事バタバタしてて、あんまり見てなかったんですけど、あの、ちょっとね、最近二日三日、あの、 暇だったたで見たら前置きなくいきなりこうダイレクトに入ることが結構多くて最近 <laughs>。 あこれはなんか、あの、ギスギスしとるな、と思って最近ちょっとあの、なんだろう、こう、前置き短いので今日はだいぶ長めの助走を取ってみたんですけども、え、まあ、仕事辞めたいなという人ももうあの年末ですから、え、辞めるにしても1月いっぱいとか、え、まあ、2月とかそういうふうなタイミングになると思います。それで合ってます、大体。やっぱ年末年始がまともな会社求人出さないっていうのは前の動画でも言った通りです。え、なので3月いっぱい、目いっぱい、まあ、2月から3月で、あの、いい会社をこう、リサーチして、 見見つつけててててそして、まあ、3月月にに面接に行っっっいいいい会会社社をかかかかららととがた第2候補、第3候補を切り捨てないでくださいね。これは結構前の動画でも言ってますけれども、第1候補があるんだったら、第1候補を例えば4月の1日から、えー、第2候補を4月の2週目から、第3候補を4月の3週目から、みたいな、あの、全部、あの、OK もらったところは全部、あの、予定として入れ込んじゃってください。そして、もし第1候補が、あの、自分が 本当にすごく行きたい、いい会社だと思っていた第一候補行ってみて、えただ行って、1日2日やってみた結果、これちょっと違うなとか、あの自分が思っていた部署に配属されなかったりとか、横乗りの先生に色々聞いた結果、面接で言ってたこと8割嘘だなとか、あのそういうの、まあまあ嘘会社よくあるんですよ。あの、インチキ多めですから、インチキマシマシですからね。はい、<laughs> あの、ジロー食うみたいなもんですよ。えー、なので、 あの、そこで第一候補を、いやー、ちょっとまずったな、これじゃなかったな、と思ったときに、やっぱり第二候補、第三候補が2週目、3週目に控えてると、あの、第一候補、やっぱりちょっと違うんで、お断り、もうあの、えー、結構ですってお断りしたときに、第二候補に行ける。そして第二候補ダメだった、焦げたときは、えー、第三候補に行けるということで、あの、自分が有利に立ち回ります。そこはやっぱ会社さんにはちょっと申し訳ないな、とは思いますけれども、一応第一候補が受かったからとて、第二候補、第三候補、切り捨てずに、一応、あの、 入れ込んで取ってておいてくださいえー、これがやっぱりですね、あの、やっぱ家族とか持ってると、あの、1がダメだったら、また1からこう、探して面接行って、あの、アポ取って、で、まあおの、よろしくお願いしますから、始めてみたいな。そんな段取り踏んでいると、2、3ヶ月なんかあっという間に経ってしまいます。家族なんかいる人は結構それ大変だと思うので、えー、それは、 ちょっとずるいかもしれませんけれども、えー、一対一、第二、第三とか、こう結構ね、あの、ちゃんと残しておいて、で、もし第一候補がいい会社だったら、あの、あ、ここでいいやと、ここで働きたいと思ったら、第二候補、第三候補を電話して、あの、ごめんなさい、ちょっとあの、行くことになってたんですけども、やっぱりあの、行けないっす、みたいな、すいません、みたいな、あの、そんな感じで断ればいいだけ、えー、になりますので、えー、なるべく、こう、あの、自分が損しないように有利に立ち回っていただきたいなと、えー、思うんですが、ちょっと前置き長すぎるな。<laughs> <laughs> 今日はですね、未経験でも大丈夫というお話。 <laughs> すいません。前置きほんと長かったな。あの、未経験、あの、僕のところに相談来るので結構多いのが、あの、未経験なんですけど大丈夫ですかとか、あの、未経験だから落とされましたみたいな、あの、そういうコメントとか質問とか結構来るんですけれども、あの、ここで僕は言いたい。未経験であることはそんなにマイナスに働かないです。はい。えー、何しろ、あの、経験たくさんあって、あの、ヘリクツばっかりこねる親父よりも、未経験で何も知らない若者の方が圧倒的に重要 は高いですこれはあの本当に事実、えー、どこの会社でもそうです。もう経験、もうなんか何でもできますよ。俺は20年乗ってましたから何でもできますよ。ああ、れっすよね、大丈夫っす、みたいな。そういうなんか余裕こいって何でも知ってるみたいな顔してる親りって使いづらいんですよ、会社としては。で、あの前の会社ではこうだった。前の仕事ではこうやってたみたいな。あの、自分のやり方を変えない人結構たくさんいて、えー、こう教えてくれる先生の言うことを素直に聞かないというパターンが非常に多い。なので会社の方としては、 あの、使いづらい。そして教える先生がもし年下の場合だったら、なおさら教えづらい。 ええと、もちろん素直に聞いてくれる人もたくさんいるんですけど、素直に聞いてくれない親父は結構多いので、逆にですね、それだったら、そんなんだったらもう未経験の方がいい。未経験で若くても、若、未経験で若ければ、もうどーんと市場価値は上がりますし、あの、未経験でも、あの、年取って、えー、例えばもう50歳ですとか、あの、そういう人でも、未経験ですいません、もう一から教えてください、みたいな、そういう謙虚な人って、あ、この人だったら全然問題ないなと、あの、会社の方は判断してます。だいたい 判断します。ただ、会社が求めている人材が、あのピンポイントで経験者を今求めてますとか、そういうパターンもあります。もうあの直近すごい忙しく、もう繁忙期になって、人が全然足りてないから、とにかく未経験を育てるよりも、今は、今はとりあえず経験者も、あの2、3日を教えればほっといても仕事できるだろうみたいなやつが、今はどうしても欲しいんだというパターンがありますので、あの、そういう時に、えー、たまたま行ってしまうと、いや、未経験はちょっとごめんなさいってなる。えー、それはもちろん。 そういうパターンもあるんですけれども、あの、基本的には、あの、そこまで人的リソースに困ってなくて育てようという気持ちがある会社は、え、大体未経験、あの、そんなに嫌がりません。はい、あの、言ったことをちゃんとこなしてくれる。そして、えー、多少のブラックロードだったり、あの、理不尽な運送会社の社内ルールみたいなのも、あの、知らないもんだから、あの、まあ、運送会社ってこんなもんだんだなっていうことで飲み込んでやってくれるんですよ、未経験。これはちょっとマイナスの方向にいっちゃいますけど、 会社の方もいいように使える人材ということで、運転手にはマイナスになるかもしれませんけど、えー、それでもやっぱり、あの、 え、へり言われる、えー、経験者の親父よりも、未経験の若い方が、あの、あまあ、どっちかって言ったら、まあ、未経験の方をちゃんとやってくれるね、と。あの、教えられたこと、素直にそのまま、そのままとりあえず、あの、やってくれるからこっちの方いいよね、ということで、えー、有利になる、有利に働くっていうパターンが結構多いです。えー、なので、未経験だから、ということで諦めないでほしいし、えー、未経験を看板に、あの、もう行ってもいいぐらい、僕は未経験なんですけどお願いします、みたいな。あの、ただ、未経験 行く場合のポイントとして、未経験でどうしてもトラックや輸送、えー、会社に入りたい時のポイントとしてはですね、免許を取ってから行くのがポイントです。えー、これあの免許がない、そして未経験ってなると免許取りに来たのってなるんですよね。えー、なのであの会社でお金を出すパターン出さないパターンがありますけど、あの免許に通うのってやっぱり一ヶ月ぐらいあのかかってしまいますので、えー、会社で、えー、必要なトラックに乗る免許を取らせる期間、会社がちょっと面倒を見てやるのは重荷だというところもありますので。 えー、これやっぱ免許、まあ大型の免許なり、えー、経営の免許なり、えー、最初は4トン車からかもしれません。2トン車からかもしれません。それは会社の考え方によるんですけれども、 未経験で入る場合は、ある程度の免許。えー、まあ、トレーラーまで乗りたいと思ってても、まあ、一応、大型の免許ぐらいまでは、あのー、持っとかないと、会社の方でも、いや、そこまで手間かけらんないよ、ということになりますので、えー、未経験で運送業員に転職したい人は、最低でも大型の免許までは自分で取っていくことをお勧めします。えー、もちろん、4等車ずっと乗ってて、それで大型にステップアップしたいけども、お金がない。えー、で、あのー、大型支援、えー、あるいやります、みたいな、そういう会社に行くのもいいんですけど、そういうい 人は若い人のみです。 あの、まあ、そうですね。30代も、えっと、手前、前半ぐらいまでしかその方法を聞きません。30超えて会社で大型の免許もトレーラーの免許も取らせてあげるよっていう会社は、まあ、そんなにない。要は、免許支援制度ありって書いてあっても、それは、あの、若くて将来有望で、ね、10年も20年も働いてくれる人に、やっぱ会社としては出したいものですので、年食ってくれば来るほど免許は、あの、自費で取っていった方が就職率は上がります。そして Yeah. な、例えばタンクローリーに乗りたいって言うんだったら、オツヨンとか、あの、高圧ガスの移動管視者であったりとか、あの、そういう余計な免許も、えー、まあ、ホークリフトとか玉けとかもそうですけど、余計な免許も自分でやっぱり取っておくと、あこの人はやる気あるんだなと見てくれます。未経験であっても、そういう細々した免許を取って、あの、どうしても運送業をやりたくて取ってきましたっていうと、こいつはやる気があるぞと。あの、こういうふうになりますので、えー、免許は取っていくことが望ましいかなと。えー、決して未経験はフリーには働かない。 ということを覚えておいていただきたいなと。そして、うんと、まあ、例えば大型未経験、トレーラー未経験ってありますけども、僕の中では、あの、大体4等車1年乗れば、大体いい乗れます。はい。<laughs> え、なので、4等車の経験が1年以上あれば、会社に面接行っても未経験ですって言っても、大型未経験でも4等の1年乗ってた、2年乗ってたって言えば、ああ、じゃあ大体大丈夫だねと。じゃあ最初4等車乗ってみて、様子見て、で、すぐにあの大型で乗せてあげるよとか、空き次第すぐにあの切り替えるよとか、そういうことになると思いますので、え、あの未経験といえども4等車に1年以上乗ってれば大丈夫と。僕の中の判断では、えっと、そんな感じ。会社側もそう判断する会社が多いと。 そして、まあ、未経験で行って、面接で、あの、必ず聞かれるのは、例えば前職に何をやっていたかはわかりませんけれども、運送以外の会社、仕事から運送業に来ると必ず聞かれます。なぜ運送業に来たんですかと。え、ここで、あの、ネガティブなことは答えないでください。あの、構えの会社でいじめられてて人間関係に困ってましたとか、あの、で、運転手は一人仕事だからいいとか、あの、そういうので、もまあまあ別に言っちゃいいんですけど、言っちゃいいんですけど、なんか若干ネガティブじゃないですか。会社の方としては、 でも別に会社内でも人と関わることあるからねって、あの、名誉感はやっぱり思うわけなのでえ、やっぱりポジティブな理由で運送業に来た大きな車を、えっ、ー、と、運転して仕事にしたかったんですみたいな、あの、そういう、そういうあのポジティブ思考、嘘ではなく、あの、ポジティブな方にあの理由をつけてほしいなと、えー、まあ、大きな荷物を運びたいんですとか、大きな車ででかい荷物をドーンと運ぶ仕事に憧れてましたとかね、えー、あと、まあ、地図に残る仕事を、あの、 例えば僕だったら、あのー、そうだな、ね、国会議事堂とか、そういうところにも荷物運びましたし、あの、東京ディズニーランドにも運んだし、あのー、えっ、ー、と、スカイツリーとかもね、材料搬入で結構行きました。あの、そういうね、有名な建物とか、そういうところに、あのー、を作るのに、こう、あの、運ぶとかね、あの、そういう仕事がしたいんです、みたいな。まあ、なんだっていいんですけど、あのー、前の会社が芋だったからす、みたいな。<laughs> 前の会社がなんか給料あのー、ちょっと安かったんでやめました、みたいな。 のよりは、そっちの方が、あの、面接官の受けはいいので、えー、未経験で、うん、あの、行く場合は、なおさらそういう、あの、ポジティブに、あの、ポジティブに運送トラックの仕事を捉えてますよと。そして、この会社で、あの、自分の、の力を試したい。えー、この会社で自分が、あの、力になりたいということを、あの、シャキシャキ、ハキハキ、大きな声で、えー、答えてもらえれば、未経験は逆にプラスに働くと、えー、こういう段取りになっておりますね。はい。<laughs> <laughs> なんか普通のことを大きな声で言ってるだけだとかね、そこのあなたは言わないでくださいね。そんなのなんか書き込んだりしないでくださいね。あの、そうです。<laughs> 当たり前のことを大きな声で言う番組でございますからね、これはね。はい、<laughs> 以上です。ありがとうございました。えー、ごきげんよう。